先週に続きまして、はい、岡山でございます、はい、ここは倉敷なんですけども、ね、美観地区美しい、 いつ来てもなんか風情があっていいところですね、はい、静かですしね。今日はこの倉敷から、はい、ジーンズの町お小島へ行ってタコの町下津へ行って美味しいものいい景色を眺めながらちょっと行きますかね。いいですね。大人旅歩き旅、今回は岡山倉敷美観と美食の旅。すごいすごい、めちゃくちゃ大きい、はい、あ、かっこいい。さすが、居心地がすごいいいですね、はい、岡山だから食べられるうまいもんを堪能。うみゃすごい、おいいね。なんといっても瀬戸内の海の幸。うわ、タコ下津井さん、おこぜ、すごい、何この動いてる、他のものでごまかしてない、最高ですわ。心安らぐ魅惑の町へ、大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、晴れの国岡山倉敷の旅、新しい出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、晴れの国岡山倉敷の旅、新大阪から倉敷へは山陽新幹線と在来線でおよそ1時間10分です。早速2人は倉敷美観地区をぶらり。白壁の蔵屋敷や柳並木、江戸時代の美しい町並みが残る倉敷美観地区、中国地方屈指の観光地です。緑の季節ね、いいですよね。ここは何、団子かまぼこ竹地区、あ、オリジナルのきび団子。まず立ち寄ったのは岡山名物のきび団子が気になる土産物屋さん、尾崎屋。茶色い高きびを使った、茶色いですね、これ本当に。へー、へー、鯛ちくわも美味しそう、うん、少ないね店頭で焼かれているちくわは瀬戸内海の鯛を使った人気の一品。そしてビールはないですよね。ビールありますよ。え、なんですって。きび団子に鯛ちくわ、ビールを注文、店先でいただきます。犬と猿とキジになったみたいな感じです。きび、おいしい。あの、しっかりしてますね、食感が、うん、うん、そんなに甘くなくて、はもっちもち。三田村は地ビールの生ですって。おいしそう。おごくごくいかはりますね。どうですか。うみゃちくわ食べる前に飲み切るぐらいの勢いですけど、うみゃどうですか。うまい、うまい、しっかり系、うん、うんうんうん、しっかりお魚の味はして歯応えのある、あ、うん、さらに美観地区を散策すると、おー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 いおいおいおい、倉敷の地酒馬が合う井筒屋さん、寄っていい？はい、いいですよ。三田村が気になったのは岡山の地酒専門店井筒屋。甘い方から、ここから辛くなって、甘い方から、こっちから、こっちからですね、はい、こっちから甘い方から、あ、辛くなって、辛くなる、そうなんです、一番辛い、いい、分かりやすいですねこれ、じゃあ私はこの辺で担当ですね。試飲ができるということで、いいですね、ありがとうございます。純米吟醸の熱語からデイレーって言います。純米吟醸で極限の辛口、そうですね、うん、いいお米香り、ね、常温で香りがもう立ってて華やかな香りと、喉、ね、越しのこの辛い感じの、美味しい純米だもんね、うん、そうなんです、美味しい。続けてもう一杯、馬が極辛です、
まあ、これうまい、うんうんうん、いいですね。どれが好きでした？馬が合うの僕からネットで馬が合う、馬が合う、ね、お取り寄せ見たからおすすめおすすめ、はい、楽しい。一日中いられそうですね、この辺にね。いや、一日いられるよね。ねえ、あ、ウフイチゴ、ウフイチゴすごいピンク、すごい、もう眩しいね。すごい可愛い。まえこちゃん、これ大きいよ、このイチゴ。これ。見つけたのはイチゴスイーツ専門店ウフイチゴ。岡山で今人気の映えスイーツがいただけます。わ、すごい。おお、かわいい。めっちゃラブリーな。いいな、これ。ありがとうございます。なんと可愛いの。あ、やっぱちょうどいいようになってますね。かわいい、かわいい。そうか、船の形なんだ。考えてるね。味はもちろん、見た目でも楽しませてくれるいちごチーズケーキパフェ。細部にも遊び心を忘れません。すごいね。甘い。甘い、美味しい。素敵なお店がいっぱいありますね。ね、電柱がないから気持ちいいよね。ね、スコーンと抜けて。空が美しく見えますね。新小島から無料公開上原美術館の新しい施設。矢野部賢治。サンシスター。新小島。本当だ。見つけたのは大原美術館の別館。新小島館。大正時代から地域の銀行として愛された建物が今美術館に。その中には、うわ、なんだね、うわ、すごい。なに、これすごー、大きい作品。立ち上がり覚醒するのは不定期となります。え、立つことがあるんや。立つの、これ。定期にはなるんですけれども、また立ち上がって、うん、今ちょうど、はい、そうですね、ちょこれは撮影家ですか。すごい、撮影家です。はい、ぜひぜひ。すごいすごい、覚醒、足が見えてきた。赤い靴履いてます。え、すごい、すごいすごい、めちゃくちゃ大きい。かわいい。目が宇宙みたいで綺麗ですね。あ、すごい、ウインクした。再生の夢や希望の訪れの象徴として作られたサンシスター。覚醒する姿を見られるのは貴重です。さらに大阪に馴染みのある作品も。あら、なんこれ。あ、これなんかあれじゃないですか、あの中之島の美術館のあの猫と。ほう、あの当館の方はあの赤牛船盛り縁起猫という別の名前がついているんですけれども、こちら中之島美術館と同じです、うん、シップスキャットという作品に一緒に手掛けられて。漆で巻き絵ってすごい、ね、かわいい。面白いね。美観地区を満喫し、続いては小島へ。ジーンズの街として有名ですが、まずはお昼ご飯。お腹が空きました。ねえ、小島の、はい、なんか名物うどんですって。へー、おー、ありました。醤油うどん。醤油うどん。選んだお店は地元で人気のうどんの司さタカト。こだわりは毎朝打つ自家製麺。注文してから茹で上げるもちもちのうどんがいただけます。一番人気の醤油うどんは、いやいやいや、全然、うわ、おいしそう。うどん、あら、ふとうどん、コシの強い太麺のうどんに大量の大根おろし。その食べ方は、大根の お汁ごと全部かけるんですか。さらにネギ、生姜、ライム、ごま、
そしてそこに生醤油をかけて。量がすごいよこれ。いっぱいですか。ものすごい。お肉が立派。ものすごい量のうどん。いただきます。夏だねこれ。さっぱり、うん、食欲がない時に、はい、大根が全然辛くないんですけど生姜が効いてるね。うどんのコシがすごい美味しい。うんうんうん。お昼の後向かったのはやっぱりここ。さあ日本のジーンズの聖地、はい、ベティスミス。なんか来るたんびにね綺麗になったり増えたりね。あっちもこっちもこっちもいっぱいあるんですね。現存する日本最古のジーンズ工場ベティスミス。こちらは見て学んで体験できる施設が揃うジーンズのテーマパークなんです。社長に案内してもらったのはミュージアム2号館。あれは今日はあこれですね。あれガラガラって、まあ石もこれを一緒に入れて、はい、ガラ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 洗って加工していく、はい、で色をこう全体的に落とすような感じになってます。他にもかつて使われていたミシンや歴代のジーンズなどが展示されています。とここで小塚が いいじゃないの。足長なってます。長くなって永遠なくなる。それじゃあ今度はあのオーダーサロン作ってみたい。オーダー、はい、もちろんあのオーダージーンズってのはずっとやってたんですけど、はい、今年からのデニムのスーツの、はい、スーツ、うん、スタートさせたんで。スーツこれ前なかったもんね、はい、自分だけの一着が作れるオーダーサロン。デニムの生地で作るスーツとは。え、これジーンズですか。はい、デニムの生地なんです。で、デニム、はい、あ、全然デニムの生地とは思えないです。で、一応ストレッチも入ってるから、うん、着やすいんですよね。一度羽織ってやらちょっと羽織ってもらいますか。はい、はい、あ、かっこいい。あ、さすが。さすがですよね。さすが。いや、これはいいですね。着心地がすごいいいですね。はい。そしてこんなものも。これはね、あの黒で礼服にも使えるっていう。黒、本当だ、うん、黒で真っ黒に。あ、あそっちの方が。あ、そっちの方がそうです、ね。長さが。長さ。かっこいい。デニムなんです。あのイージーケアできるんで。あ、洗える、はい。いいですね。洗えるってすごいね。これだいたいおいくらぐらい？あの8万円なんです。8万円から。でも。そんなに高くない。まあ、そうですね。スーツをオーダーすると考えたらね、安いですね、はい、すごい。おなじみのアウトレットでございます。アウトレット、はい、規格外の商品や旧型の商品を格安で販売するベティスミスのアウトレット。小塚が気になったのは、ちっちゃいのがあれ子供用ですか。T シャツ、T シャツ、はい、かわいい。 T シャツとこのオーバーオール、あーオーバーオールかわいいですね。かわいいかわいい、ねえ着やすそう。ゴム T シャツもかわいい。これ130円かわいい。家事仕事するときにいいんじゃない。そうですね、公園行くときとか ね。30から60パーです、はい、だからやっぱこうお買い得ですよね。ええ、そうですよね、はい、どこも悪くない。悪くない、はい、そうですね、はい、倉敷市の南にあるのが瀬戸内海を一望できる和集山展望台。そのすぐ横にあるのが和集山ゲストハウス。店内では瀬戸内海の多頭尾を見ながら岡山の特産品備前焼で茶筅コーヒーが楽しめます。続いて2人は倉敷で有名な港町へ。一本の中にもこうやってお宅があったりお店があったり風情があって、はい、昔下津海鮮、昔の海鮮通り。あ、すいません、こんにちは。
うわすごいね。下津井の歴史や暮らしの資料を展示する昔下津井海鮮丼屋、明治時代の建物を復元しました。北前船ですよね。北前、そうです。もうこの船がね、江戸後期から明治の終わりまでね、大阪から北海道までね、はい、年2回の航海して飽きないしながらね、各地で特産品を売買しながら航海した北前船。最盛期には年間60隻が下津井の港に立ち寄ったと言われています。そして品物の売買を行っていたのがこの海鮮丼屋。すごい立派な、だってすごい綺麗ですね。ここは160年前の昭和の母屋ですからね、古い佇まいをねしてますからね。母屋を出て奥に進むと売店があるよ、まゆこちゃん。ちょっとお土産でも。ひだこ。ひだこ、かわいいタコがいる。これはなんだ、もともと蔵。こんにちは、お邪魔します。見つけたのは土産物を販売する蔵屋。蔵を利用し、瀬戸内の海の幸で作った商品や岡山の特産品を販売しています。これタコ。本当だタコ。タコくん。これ下津井の。そうですね。タコですか。風物詩で。そうですね。ひだこ。この辺では。そう、下津井のタコって有名ですけど。そうですね。禁漁の期間とか。あります。ね、今。1月から4月と、はい、で産卵時期の9月。はい。その5ヶ月間が。5ヶ月間禁漁。5ヶ月も禁漁ですか。はい。長いんですね。それでこうやって日持ちをする保存食みたいにして、昔はひだこにする、はいはい、下津井は全国有数のタコの産地。瀬戸内海の速い潮の流れに耐えながら育っている下津井タコは、足が短く太く筋肉質で歯ごたえのある食感が特徴です。これなんかいいですね。これも簡単にできるんです、ね、もうお米2合があったら、はい、もう、はい、だしが入ってタコが入って、このタコをしているんです。あ、このタコがこうなる。うわ、美味しそうじゃんこれすごい、冷凍してこれはこれで売られてるんですか。そうです。一夜干しで。あ、一夜干し、はい、4,600円。いいお値段ですね。でなんか今目の前に味付け柔らかまだこって、はい、味付けチーズですね。チーズ、あ、チーズの上にタコを乗せてます。美味しそう。チーズ好きとタコ好きは、あ、もうビールに最高の、はい、買いますか、食べますか、いただきますか。いつぐらいからこの商品は。去年の12月の終わり。あら、新しいですね。はい、新商品。新商品。え、ご自身がお考えになられた。うちの孫がチーズとタコが大好きなんで。かわいい。お孫さんの。お孫さんおいくつですか。3歳。あ、3歳、うちと一緒。3歳でチーズとタコが好きなんですか。うちも好きってちょっと食べる。それで組み合わせて。はい。へー。じゃあうちの子にも買っていこう。発想だね。お孫さんには評判どうですか。もう大好きで、ちょっと机の上にあっただけで勝手に開けて、3歳になったから自分で開けれるようになったんです。うわ、チーズとタコって。うん。おいしい。お孫さんめちゃ渋いですね。そうですか。大人の味。うわ、これ止まんないかもしれない、うん、食べすぎるね、うん、このチーズがまたなんか結構しっかりした、しっかりしてるけど硬くないし、うんうんうん、タコの柔らかに加減がものすごくこのチーズと合ってますよね、うん、ありがとうございます、ね、おいしい。これはだけどよく考えたね。ねえ、お主、これはいかでもよろしいか。それはいかにいかにいかん。本当広い敷地ですけど、昔海鮮丼屋さん、この敷地に食事どころ、
食事もここでできるんですね。和食とイタリアンですって。面白いですよね。ねえ、どっちも食べられるんですね。海の幸はもう豊富ですから。うわ、すごい。やっぱタコ美味しいですね。味がしっかりしてる。うわ、おこぜ。すごい。何この。動いてる。おこぜ。うわ。アコウの。アコアパスタ。すごい。大人旅、歩き旅、岡山倉敷美食の旅。夕食は瀬戸内の海の幸がいただける和食とイタリアンの店カンティーナトミで。そう、斬新ですね。和とイタリアン。僕が和食の方を勉強させてもらって、はい、で双子のもう一人の 兄の方が、あのイタリアンの方を。双子でいらっしゃるんですか。双子なんです。面白いです。和とイタリアン行って。せっかくなので2人揃ってもらいました。一覧性ですよね。そっくり、はい、出ますか。あ、同じもんね。なんか恥ずかしいですよね。その2人の料理を楽しみに。まずはどうも、はい、乾杯。乾杯。どうも。あ、すっきり。下津に来たならこれを。うわ、すごい。うわ、美味しそう。うわ、これはすごいね。ボイルしてあるわ。いただきます。このボイル加減が最高。ちょっと最高、美味しいね。うん、やっぱタコ美味しいですね。美味しい。味がしっかりしてる、うん、こんな滑らかなタコ食べられないですよね。はい、すいません、お待たせしました。タコ美味しかったです。あ、おますか。うわ、おこぜ。すごい。何この動いてる。おこぜ。和食担当の弟さんおすすめ、今日水揚げしたばかり新鮮おこぜからいただきます。身もうまいと思うんですけど、うん、美味しい。コリコリしてるんですね、身が。そうですね、生きてるからね。プリプリコリコリして、めちゃくちゃ美味しいです。そうですか。そしてこんな珍しい部位も。これ、はい、胃袋。これ胃袋。熱い胃袋ですね、これ。コリコリしてる。いや、美味しいわ。これはなかなか。プルプル感、コリコリ感。続いては兄のイタリア料理。アコウの、アコアパスタ。すごい。うわ、ニンニクの香りがまたすごいやね。このお腹の部分のこの脂身のこの、これがまた。下津井はやっぱりこの魚が、あの高級魚になるんですよ。美味しい。すごい、やっぱ全然違います。その都会で食べるアクアパッツァと、あと塩加減とかガーリック加減ももうちょうどいい感じで。うん、塩加減最高ですわ。塩他のものでごまかしてない。でもこれはやっぱりアサリが入ってるんで、やっぱアサリの旨味とかも旨味が出るんですよ、まあ、アクアパッツァの醍醐味かな。美味しいですね、うん、締めは和の一品で。どこで。赤だし、すごい。おー、いいね。うわ、いいね。すごい。うまおい。おいしい。おいしいよね。めっちゃいい出汁出るんですね。旅のちょい足し。今回訪れた岡山屈指の観光地倉敷美観地区。緑の季節、ね、いいですよね。この日没後毎日行われる夜間景観照明、幻想的な美しい明かりが街を包みます。昼とは違った夜の倉敷美観地区も見逃せません。